ジャック・ユージーン・ウィルソンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ウェストレイクビレッジ出身の元プロ野球選手。1998年にドラフト9巡目でセントルイス・カージナルスから指名を受けプロ入り。2000年7月29日にジェイソン・クリスチャンセントのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍。プロ4年目となる2001年にロースター入りを果たし、 4月3日のシンシナティレッツとの開幕戦で8番遊撃手で先発出場でメジャーデビュー。5月4日の時点で打率が155と低迷し、5月6日にトリプル A 級ナッシュビルへ降格。6月12日にメジャーへ昇格し、7月13日には打率が273に達したが、6月12日からシーズン終了までの成績は89試合で打率。 235だった。2002年は143試合に出場し、17の犠牲バントを記録して、昨年に続き2年連続でリーグ最多となった。10試合出場した時点での打率が147だったが、4月17日から28日の打率は406であった。5月は打率188だったが、6月は330の打率を記録し、 7月24日に自身初の一番打者として出場した。2004年に打撃面で活躍。オールスターゲームまでの打率は332の高打率を記録し、オールスターゲーム初出場し、シルバースラッカー賞初受賞した。球団史上1977年のデーブ・パーカー以来となる200本安打を達成し、遊撃手としてはホーナス・ワグナーに次ぐ、 球団2位にランクした。12、ル塁打はリーグ最多タイとなった。守備ではリーグ最多となる492補撮、743守備機会を記録し、129閉札はメジャー最多でジーンアレーを上回る球団新記録となった。2005年1月に2年800万ドルで契約延長した。2007年2005年は前年オフの12月に、 中水炎の手術を受けた影響で、春季キャンプから出遅れたため、開幕から打撃不振に陥った。4月21日に、当時のパイレーツ監督であったロイド・マクレンドンは、打順の変更に着手し、それまでを主に2番を務めていたウィルソンを、マイナー時代に務めた、経験のあったリードオフマンに抜擢することで打線の活性化と、ウィルソン自身の復調を狙った。しかし、 それでも復調せず、4月を打率、163.0本塁が、3打点と散々な成績で終え、それ以降は7番や8番といった、下位打線を打つこととなった。9月以降は打率、350と復調の兆しを見せたが、大ブレークした昨シーズンから大きく、数字を落とした。守備では2年連続で、リーグ最多となる523補殺、783。 守備機会126閉殺を記録し、ゴールドグラブ賞の投票では遊撃手としてオマービスケルに次ぐ2位の票を集めた。2006年2月に2009年まで3年総額2020万ドルで契約延長した。2007年は7月24日の時点で打率が248だったが、7月25日以降の打率はメジャー1位となるを記録し、 9月16日に通算1000本安打を達成した。2009年7月29日にイアン・スネルと共にロニー・セレーニョ、ジェフ・クレメント、アーロン・プリバニック、ブレット・ロリン、ネイサン・アード・コックとのトレードでシアトル・マリナーズに移籍。しかし8月には左大体裏を痛め、9月中旬に右かかとを痛めてシーズンを終了。オフには フィールディングバイブルアワードを受賞した。2010年は5月に大体裏を痛め故障者リスト入り。さらに8月にはトイレで足を滑らせ、右手を骨折し、シーズンを終了。メジャー10年でワーストの出場試合数に終わる。2011年8月31日にトレードでアトランタブレーブスに移籍。2012年8月31日にブレーブスから放出され。 9月25日に現役引退を表明した。ありがとうございます。